はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キャプテン翼2、スーパーストライカー、今回からライブ配信始めていこうと思います。ということでですね、以前やりましたキャプテン翼1の続編です。ファミコンは変わらないんですが、より多くの、ところがバージョンアップされて名作だという誉れが高いと言われております。私はこれ初体験です。ちなみになので、全然わかりませんが、名作らしいのでやってみたいと思います。ということで、舞台は世界へ。全日本ジュニアユースは、フランス国際、ジュニアユース、で決勝戦で西ドイツを倒し世界一となった。1のエンディングですね、これ。これから西ドイツ倒したらもう無敵なんだと思う、ユースでは。ジュニアユースでは。で、ロベルトがいて、で、ブラジルに渡った。うん。これも、まあ、規定路線通りか。その3年後なんですね、今回の舞台は。サンパウロ FC 参加した翼の新たな戦いがスタートということで、いうことですね。なんだろう、ロベルトだ、師匠ロベルト。ユースクラスをナンバーワンを決めるリオカップだって。まあさ、ブラジルのリオデジャネイロでしょうね。フラメンゴ。カロロスは予選で全試合ハットジトリックを制した。おかしいだろ。まずはチームの優勝を狙ってくる。あれ、これは姉子じゃない、片桐陽子。誰だ、ヒロイン。片桐陽子って誰、オリジナルキャラ。テクモ版のオリジナルキャラですね、片桐陽子は。なるほど、姉子の代わりってことですね、ワンの。
ちなみにですね、これ逆輸入、あの原作のワールドユース編で、このお父さんが逆輸入されてますね。陽子さんもいるんかな。なんか石崎とくっつくみたいですね。ゲーム版は。漫画版はなんか西本ゆかりがヒロインらしいですが。姉子、ニトラ展開か。兄が片桐むね、父親じゃなくて兄か。リオカップ。お、今度こそ。今度こそ本当にリオカップか。うん、聞きましょう。知ってる。相手はサンパウロ、サンパウロ、うちのチームか。それはわかるんだけど、フォーメーションがある、フォーメーションが選べる。わからん。例えばチェンジして、なあ、ここは変えられるだけで別の選手と変えられるわけじゃないのか。行きましょう。お、誰だ？そうだ、1回戦フラメンゴだ。演出は増えてますね。自分は白が味方チームで、カットされた。動けないんだ、相変わらず。タックル。かさえた。さらに、アマラウくんがついた。敵を7番強いよね。どこにパスした？動き合わせる。ボレーシュート、パンチ。レナート君もゴールを守った。でもまだピンチは続く。ブロックってなんだ？こういうことか。クリア。
たかよ。フォローとかあるんだ。スカッとフォロー、フォロー、パスカット、使った。トラップ、ドトールくんがついた。動く、ブロック、タックル、タックルは上か。シューツ、うわすげえ。っていうのもある。こぼれ球になってドトールくんが、パス、ここで縦パスを出す。ナイス、プラトくん近づいていく。ライダー、この9番って通ってくれればチャンスだが、10くん、無理ですね、シュートしましょう。10くん、ボレーシュート、あーっと惜しい。いや、演出が強化されてるけど逆にいろいろ覚えなきゃいけないことが多いですね。シューツ、なんとか防いだ。届くか？届いた。オッケードライブシュート、いけー、ドライブシュート、決まりました。ナイスです。フルミネンセのゴールに突き刺さりました。だってチームデータを変える、ディフェンスタンプ、ポジションを変えられるだけか。残りじゃなんだこのブラジルタイプって、わからん。352に変えて試合再開。相手フルミネンセのキックです。
あれ、タックルって選べないんだ、これ。パスカット。なんだこのジャンプは。ナイスー。パス。ドライブパスなんてあるんですね。お、ここでプラトー君がパスキャッチ。プラトー君頑張れ。ドリブルだ。タックルだ。わー、インターセプトを許してしまった。これだわな。あ、何もさできない。構えるってなんだ。飛び出そう。お、は？あ、キーパーとの1対1の勝負だったんだ、これ。同点に追いつかれた。分からん。まあとりあえず再開。パスパスパス。バックパスでいいや。パス。インターセプト。シュート。まあ難しいよな。お、届かない。嘘でしょ。これ玉になった。ヘディングシュート、まあ、ほとんどもう時間ないはず。結構ロスタイム多いな。終わった。レベルってなんだ？あ、なんかいろいろ高いボール、低いボールとかあるんだ。最大ガッツなんだな、この数字って。まあ、いきましょう。後半戦です。ピット君はこぼれ球。シュート。マリー君。翼君とワンツー。ここに行きましょう。ドトール君。こ
これ届かないだろうな。で、これだと長いんで翼くんだな、やっぱり。ナイスバッキャッチ。ゴール近づいてきた。当然ドリブル。で、ドライブシュート。決まりました。突き刺した。さあ試合再開です。配信は YouTube、 Twitch で配信を行っております。あ、早くもジャンプスルー。表示されてるか。あ、ワンツーかな。勢いは弱まったが、ワンツーは C 成功。お、突破です。これもちろんドリブルで。ん？反則？え、何？パス？まあそうでしょうね。プラトン君ってなんか持ってんの？いや持ってないな。普通のシュートだな。あ、でも決まりました。少しお待ちください。1分ほどお待ちください。
はい、お待たせいたしました。では再開いたします。2点差をつけましたね、これで。ツイッチで配信してますので、ぜひツイッチのアカウントフォローお願いいたします。YouTube に2日後10日の21時頃に、アーカイブ残します。ぜひ見てください。お、リワ君ナイス。で、ここで迫ってきたところを、どうしよう。一度5番に渡して、で、すぐに佐久に渡そう。残り13分なんで何とかしてくれそう。田畑くんへ。あれ、びっくりした。で、近づいてきたところをちょっと超えてもらおう。どうだろう、裏返ってきたが届かない。ナイス、ジル君へ。1対1だな。ジル君シュート、ナイス。4対1。これダメ押しじゃないでしょうか。まあ、セーフティーリードだと思います。勝手に自動で動いた。どうだ。あー、そう、インターセプトを許してしまった。です。これは防ぎました。まだピンチが続く。パスだった。なんかどういう立ち位置なんかわからん。防ぎます。ん、どうなってんだ。クリア、ボールをクリア。プラトー君がパスキャッチ。どうしよう。翼、なんかようわからんところにパスを出してしまった。バミントン君が渡します。あ、結構敵追いついてこれないですね。そろそろパスへ。11番このプラトー君へパスを送りましょう。ドリブルで敵を3番来たけど、パス、ドリブルと言いつつ翼くんへ。どうだ、止められるか。止められきれない。パビントくんだった、渡ったのは。翼くん近いですね。ん、なんかゴール前になんか誰かがいる。ジュくんだ。どうだろう、届くかな。届いた、シュート。これシュート。お、パンチングでこぼれ球になってしまうが、競り合うとどうなる。あ、やばい、守備陣が風に戻りきってないところで
られてしまった、ブロックかな。無理だ。戻りきってないのはつらい。シュートに備えるだな、当然のごとく。お、キャッチング、なんかよくわかん。翼子に渡そうかな。渡せない。え、来た。いや、さえ翼くんに渡して、これシュート、あーっと惜しい。しかしまだ終わっていない。バチスタ君、ボレーシュート、あーっと、またこぼれ球になった。あー、厳しい。試合終了です。4-1、勝利となりました。本当だったみたいな。コリンチャンス。ミーティング、このセットプレート、アルゼンチン代表サトル ステーキのヘディングは得点力が高い。アルカミックスマイルですね。カートンと翼くんと前段が上がってる感じだけどな。キックオフ、これ負けたら前の試合からかな。また君へ、ちょっとこれ後ろにバックパスしよう。あ、入り乱れてますね。あ、なんかあんまり良くない。音登録、あんまりディフェンダー良くないんで、そこまでパス通らないだろうな。一度バチスタ君に渡して、さらにプラト君へ、パスは決まって、ちょっと距離があるんだが、ボレーシュート、弱まったか。決まり、しかし決まりました。プラト君のボレーシュートが決まって先制です。
さあ、試合再開です。できないんだが、ちょっと待ってくださいね。向こうの画面を、あ、無理だ。どうするかな。タックル？あ、パスだった。なんか向かっていくが、これは届かない。おっと、翼くんすごいな。なんかみんな飛ぶな。クリアです。普通にジュウくんがパスキャッチしました。おっと、ジュウくん、ジュウくん突出している。パスはできる？できない。ドリブルだ。あー、インターセプトを許してしまった。まあ7番に普通に、まあ、ワンツーかな。ワンツーですね、7番との。この辺は優秀。一気に抜け出した。もうこのままゴールに行くだけですよ。待ってますが、何も関係ない。ドライブシュートだ。え、吹っ飛ばされてゴール。じゃあ再開しましょう。なんて？ジュウ君は普通に翼君にパス。あー、しかしインターセプトを許してしまう。アマラウ君が来た。遅延作戦って取れるんだっけ。あー、ダメだ、高さが足りない。お、サトルステキ君に渡してしまった。あー、ダバい、やばい。シュートだ、パンチングだ。あー、ダメだ。サトルステギー強い。裏をかかれましたね。じゃあまあ試合再開いきましょう。
で、再度翼くんへ。で、翼くんワンツー、ワンツーだ。9番。あれ？やばいやばい。タハタくんワンツー決まった。ドリブルで阻止。あ、でもちょっとガッツが問題がある。11番プラトン君へ。さあどうだ、届かない。さあプラトン君動きを合わせる。あっとキーパーうまいな。チャンスだったんですが点を取ることはできませんでした。ちょっと翼くんのガッツがな気になったから。リマくんへ。リマくんがインターセプト。これなやばいな。5番へ。どうかな、決まった。ドトールくんへ。一気にチャンスかもこれ。11番ゴールが空いている。プラトン君へ。さあプラトン君シュートです。構わず、あとこぼれ球になってしまう。だがそこに待っていたのはジュー君だった。競り合いだ、すごい戦い。ジュー君吹っ飛ばされた。しかしそこに待っていた田畑君がヘディングシュート。あーしかしゴールポストに合わせる。今度はジュー君だ。ヘディングシュートでは、なんとまあシュート、あーゴールポストばっかりやん。え、なんとこんなことがあるんだ。いいですね。まだ前半か。残りガッツを見ていると、ジュウ君が少ないですね。180しかない。翼君も。ジュウ君と。ソーセギー君に渡ったドトール君。タックル勢い弱まった。こぼれ玉になった。さあマリーニ君、これはパス、パスかな。はなんかよくわからんとこで、これクリア。シュウ君に渡りました。おっと、シュウ君プラトン君へ。
さあ完全に抜け出した。これ1対1になるぞ。さあシュートです。そのままシュート、お、チャンス、また空っぽだ。ジュークヘディングシュート開くと敵のキーパー、今度はバビントン君だ。まただ、またさっきと同じ展開になってる。決まりました。前半だけ4対1ですからね。真ん中か、パスカットかな。あと相手はあれだった。ワンツーが結構有効だよな。前に行かれるもんな。で、アーセナル。これシュート。もちろんパンチング。決められてしまった。ワンツーが結構な。決まるよな。まあ、ほとんどもう時間がないんで、リードですね。ガッツちょっと戻ってますね。ジュークも含めて。行きましょう。なんか複雑だよなゲームが。え、反則？パスカットかな。
ベルを置こうか今度は。スパルをウォールキック。どうだろう、カットされない。もう素直にプラトン君へ。で翼君かな、いや一度ジュウ君へ渡しまして、あー難しいな、まだドリブルかな。シュート、まあ、当然パンチングで守られて、バビントン君へ。どうだ、止められない、いや無視してここはパス、ジュウ君へ。こぼれ球になってしまうが、コーナーキックか、プラトン君へ。カットされてやるや。あー渡ってしまう。このパターン多いよな、ほんと多いですね。1対1になっちゃうんだよな。え、今のもったいないな。シュートでもよかったんだが、バナナシュート？何それ。おっと助かった。相手ワンと同じように、かもしれん。バビントン君へ。お、ゴール前へ。プラトン君かな。チャンスです。プラトン君ボレーシュート、決まりました。5対2です。これ今までの5点って誰が取ってんだ？プラトン君が1点？
2点だ。で、翼くんが1点で、ジュウくん、バビントンくんも1点ずつだから、ちょうどいい感じですね。さあ、もう時間も結構、勝負。あ、かしやがった。こぼれ玉になって3番がトトロ君がインターセプト。マチスタ君へ渡します。追いついてこないですね、敵は。ここで翼くんへ行きましょう。翼くんへ行きましょう。どうだ、キーパー取るかな。弱まったが、これジュウくんに渡ります。さすがにこれを、嘘、取られてしまった。またサトルステギ君かよ。まあ5対2なんで取られても勝ちですけどね。まあ2かな。ちょっとリベリオ君だった。おー、勝ちましたね。続いてグレミオ戦ですね。お前が翼か。誰だお前だ。メオか。お前の挑戦受けてやる。いいんですかね。果たし合いみたいな感じですが。ん？これ強制イベントなんだ。なんだ？ドライブシュートは効かない。そのぐ、あ、一気にレベル上がりましたね。さあ、そのグレミオ戦となります。こんだけレベルアップしましたね。
翼くんどのぐらいまで上がったんかな。レベル3になりましたね。ようわからん。キックオフしましょう。ダシルバそのまま行きましょう。プラトン君へ。あ、あとのキャッチ成功だが、結構敵の囲い込みが激しい。そこで一回バチスタ君に回した上で再度プラトン君へ。どうかな、通るかな。通ったが、このままシュートしません。ジュークに渡します。え、またかよ。これがワニンドトール君。君へ。ジュー君へ。ジュー君がシュートへ。ミョー君。ジュー君ボレーシュート。クソって何？もう今のは。コーナーキックです。田浜田くん変えない。パス。さあジュウくんへ。シュートと見せかけてパス。無理か。このこぼれ球をバチスタ君が拾う。バチスタ君ボレーシュート。クソーってなんでクソーって言うんだ。やはり、お、巨戦イベントだ。ダイレクトシュート弱いらしい。これはオーバーヘッドよくて通しない。どうすれば。待ってよ。あ、取られた。オーバーヘッドを渡せばいいんですね。そうすればフラグが立つのかな。あ、やばい。ダッシルバが早い。ダッシルバ早い。あ、戻っちゃったや。翼くんタックルです。パス来たか。こぼれ球になった。あ、強制イベントだ。え、なんだ俺。オーバーヘイトキック。うわーし、ゴールを突き破るシュート。何が起こったんだ。
再開。初リターンか。ご登録を。パスカット。あ、ダメだ。相手はドリブルだった。シルバー君シューッ、お、弱まった。パンチング、どうだろう、止められるかな。ダメでした。試合再開です。まさくね、いや、ワンツーかな。8番へ。あと、しかしブロックされるが、どこまで来た？シュート、ドライブオーバーヘッドなんてあるんだ。試してみよう。ドライブオーバーヘッド決まりました。2からの新技ですね、これ。試合再開。シルバー君リード。おお、ナイス、アマラウ君。さあ、相手はコーナーキックです。変えない。またダッシルバ君だ。さあ、今度は防がないといけない。ダメだ、ボレーシュートだ。キャッチ間違えた。決められてしまいます。また2対2、同点です。
19円。加藤君へどうかな、防がれそう。あ、今度はあとここはワンツーですね、翼くんとのワンツー。さあボールも向かうが、ここでプラトンくんが、ミオくん来たが、シューツ冷静ですね。プラトンくんヘディングシューツ、パンチングだが、ここにドトールくんがいる。ドトールくんヘディングシューツ、あーダメだな、なんか動きがすごい。パンチングマリーニくん、パビントくんへ、今だチャンスだ、翼くんへ。あと防げるか、防がれない。さあ翼くん、メオくんが来たが、オーバーヘッド、これだ、オーバーヘッド、キー、キーがありました。サイドリードです。さあまだ前半ですからね、これ。またシルバー君強いな。パスカットしよう。トール君インターセプト成功。しかしこれもうダシルバ君が来てるじゃん。後ろに一度回します。え、クリア行きましょう。 あと敵をナーバーにカットされる。届かない、いやだが完全に避け合えない。シュート、パンチング、敵の10番に決められてしまった。試合再開。じゃあワンツー、6番とのワンツー、
さくんへ。いや、もうワンツーで。あーと試合終了で、試合終了じゃない、前半終了です。今日弱かったが、ここ6番がパスキャッチ、6番シュート、こぼれ球になってコーナーキックです。あ、ここでダッシュルワ君へ決めさせるわけにはいかない。3人で防ぐんだ。え？うわー！なんと！ここでペナルティーキックを与えてしまう。さあ試合再開といきましょう。これ敵の10番ですね、敵のキーパーは正面。うわー、リードを許します。この試合初めてリードを許してしまいます。さあ試合再開ですね。初めてを結構目立つ敵ですね。特にダッシルバが恐ろしい。リマくん、なんかあれですね、石崎くんポジションなんかな。カットされてしまった。ヘディングシュート、こぼれ球になった。いや、パスですねこれ。普通にパチスタ君に渡った。一気に、まあ、結構誰も止められないですね。ここでパス、いや、
ここはプラトン君へ行きましょう。なんでオーバーヘッドキック決まらないんだ。さあ、ワン、これワンツーで、そうですね、ミオ君来ましたが、あれ、なんでシュート、オーバーヘッドキック、決まりました。これですね、コンビプレイですね。プラトン君とのさあ、行きましょう。試合再開。残り半分ぐらいですね。さあ、ドトール君、これシュートですね。これシュート。パンチング。わ、田畑君へパス。ここはシュートせずにプラトン君へ。こぼれ球はサンパウロコーナーキック、プラトン君へ変えない、パス、翼君へ渡ってくれ。あ、渡った、ナイス。なもう関係ない、もうオーバーヘッドキックを決めると思ったらガッツ足りないんかい。すごい空中戦だ。だから能力は高い。ジュー君だ、ジュー君ヘディングシュート。ミオ君パンチングだが、ニマ君がキープ。さあ引きつけて、ミオ君倒れてますね。一度バチスタ君へ。まだバランス崩してるが、どうだ。ジュー君、これシュート。
ッチングだが、コーナーキック、チュウ君へ、と見せかけて翼君へ。当たってしまう。さあ完全に抜けられてしまう。パンチングしかない。あー、これが怖い。再開ですね、これは。試合終了。サンパウロ敗れました。辛いな。お、3人だけですか。スパサクは4になりましたね。辛いとこですね。これ最後の試合しましょう。カットか、こぼれ玉になった。ナイス、ジュウ。おっと、ジュウ君、あれですよ、ワンツーだが、パスかな。スパサ君かな。
められそう？いや、止めきれないか。オーバーヘッドキック、決まりました。先制です。さあ再開です。ただシウワくんですね、こいつなんとか防げないのか。タックルで、おナイスドトーカットしましたね。これカットできたら強いかも。さあそこです。いや、どうなんだろう。さあしない。翼くんに縦パスどうかな。止められるかも。あ、決まりましたね。トラップってなんだっけ。ヒールリフト、すごい。で、これでワンツーし、ワンツーで、で、これで体勢を整えます。もちろんオーバーヘッドキック、スキンありました。ワンツーが結構有効ですね、このゲーム。では試合再開です。土壌はないか。え、なんだよ。ワンツーか。パスカット。ダメだった。ああ、決められてしまった。
試合再開です。ここはまだ届かないか。しかしこれはシュートしません。なんや翼くんに渡していくから。難しいか。3番へ。縦パス決まるかな。決められるかも。あ、決まった。プラトン君へ一度で、プラトン君これそのままシュートをせずに翼くんへ渡して、で当然これシュートパッチング。やばい。さあ囲まれてるが当然。出す。で翼くんを、え、なんで？決まりました。これでですね、3対1とリードですね。田中君タックル。スカットタックルかな。翼くんあんまりガッツが残ってないんですよね。大
ーバーヘッドキックするだけでも結構負荷がでかいのか。アマラオくん、いいですね。完全に裏をかかれた感じです。あんまり前に出ちゃ困る、まずいかも。プラトン君へ渡して、あー、インターセプトを食らった。嘘でしょ、なんでこんなに早いんだ動きが。今度は敵の11番、いや、身構えるパスカット、おお、前半終了です。試合再開といきますか。5番、ワンツーで、さあ連続ワンツーを決めました。1回ワンツーですね。弱まったが、これまたワンツー。しかし、あ、やってみるかと思ったらガッツが足りなかった。マビントン君、翼君は追いついてない。19に託す。19ヘディングシュート、赤パンチングです。さあそこはプラトン君へ待っている。翼君はまだ来ない。こいつ誰、バミントン君はガッツが足りない。
早速はまだ追いついてないですね。ジュウ君へ。ジュウ君のガッツはまだいけます。ジュウ君がシュートです。ヘディングシュート。今度はバミントン君。バミントン君パスがないな。プラトン君へ。ミオン君が倒れている。チャンス。プラトン君シュート。ヘディングシュート。お、ミオン君やるな。今度は田畑君だ。ヘディングシュート。あっとゴールポストに嫌われたと思ったらバビントン君がねじ込みましたね。入り組んでますね。さあ再開です。4対1は結構でかいです。プラトン君かタックル。あ、パスか。相手だが、あ、届かない。ダッシュルバックに渡ってしまう。パス？ワンツーか。パンチグー。ナイス、レナート君。パスカットへ、パスカットを狙います。ダッシュルバックに渡したくないっていう感じですね。パンチグー。これシュート。焦りません。これシュート。バチスタ君がトラップ。結構ワンツーってあれか、使うんだ。スタミン、ガッツを。今だ。翼くんへ。ガッツ足りるかな。どうだ。勢い弱まったが止めきれない。オーバーヘッドキック。多分これ最後のオーバーヘッドキックだと思うんで。決まりました。
ダメ押しでしょうこれ。まだはもう半分ちょっとしか残ってないんで、4点返すのは厳しいと思う。さあ翼くんと対決だ。タックルだ。カーシェアやった。今度はあ、そないシュートか。こぼれ球になった。身構えよう。なんかもうむちゃくちゃになってんな。パスカットパスカットタックル。シュートいったか。やってみよう。あーカットされるか。やっぱり無理ですね。早い速攻が。もちろんパスカット。シュート来るかもしれんけど。パッチングだ。え、何？いや。クリアかな、一旦。追いついてくれない。ここら辺で1-2ジュークに渡す。シュート。ちょっとヘディングシュート。やっとこぼれ球だった。だがまだ田畑くんがいる。ヘディングパンチング決め合える。今くんだ。くんへ打球枠に渡ってしまう。一瞬でなんか攻守が変わりますね。もう戻るのは遅れている。こぼれ球になった。今度は敵を7番パスをするが、でもほとんどもう時間ないですからね。消費する。勝ちました。今度は誰だ。待っ
たいな今度は。カルロス。スーパーストライカー、なんでしょうね、スーパーストライカー。パルメイラス戦ですが、ここまでとしたいと思います。一気に勝ったので上がりました。ということで、パルメイラス戦をやりたいとこではあるんですが、一応スコアメモを。ポカリですね。まずですね、こんなところで、終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、今回の配信 Twitch で行いました。 Twitch アカウントフォロー、ぜひお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please、この動画のアーカイブは YouTube にアップロードいたします。 YouTube2 日後10日21時頃アップロード予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 Please my YouTube チャンネル my アカウント This live archive my アカウント my YouTube アカウントアップロード2 days after my YouTube アカウントチャンネルサブスクライブド and グッドボタンプリーズ、そして旧 Twitter である X のアカウント持っております。こちらぜひアクセスお願いします。アカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。 TwitterX my アカウントビジット and フォロープリーズ and リポスト and グッドボタンプリーズ。はい、キャプテン翼2スーパーストライカー、第1回目のライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。